えー、はいどうもみなさん、こんにちは。えー、昨日のアップロードした動画の中で、えー、っと、まあゲーセンのね、景品に関することで、確かにかな、ラゾーナのゲーセンで、なんだろう、その、表示がね、機械の中に入ってて、まあゲーセンのあるべき存在ってことについて俺は語ったんですけど、ちょっとね、まあ今回ラゾーナに行く機会あったんで、まあ、ちょっと動画、軽く撮れたんでね、まあ、それちょっと紹介、軽くしたいと思います。 どこだっけあれなくなった。あ、悪いのか。えっ、ー、と、まずね、写真、まあ、こっそりね、撮れたんで、そういう写真からちょっと、えー、紹介していきたいなと思います。で、まず、えー、っと、まずね、客に向けての表示が、えー、こちらになります。えー、こんな状態になってしまったとき、店員をお呼びください。えー、補修、補正ぐらいはするんで、という感じでね、まあ、なんだろう、景品がはまった場合とか、 そういうね、案内が、あまあ、け、あのー、一部のね、機械には入ってまして。まあ、なんだろう。で、えー、スタッフのお願いも俺あるっつったと思うんですよ、皆さんに。で、それで、ね、こちらになります。えー、スタッフへお願い以下の対応はできません。判断に困った時はリーダーを必ず呼んでください。えー、ちょっとここ、あのー、なんだろう。変なね、あのー、ちょっと、機械の中に入ってます邪魔でちょっと見にくいんですけど。えー、向きを変える。獲得時に近づける。で、えー、ペラワの角度を曲げる。 これをね、確か俺ダメだっつってて、まあ、それの証明で一応ね、画像を撮ってきて。で、まあ、えー、動画ちょっと短いですが、こちらになります。<laughs> 一応ね、これ、えー、ゲーセンの、えー、っとあの、機械の中のね、動画になります。一応、こんな感じです。で、まあ、こういうふうに、その、なんだろう、本来はね、その、 客に見えるところに置いといちゃいけないようなやつを、まあ、ラゾーナはね、あの、なんだろう。えー、っと、普通に、あの、なんだっけ、なんだこの機械って。ちょっと機械の名前わかんないですけど、あの、なんだろう。よくフィギュアとかをね、置かれてる景品のところにこれが付いてまして、まあ、ペラ話っていうのもちょっと見てなかったんでわかんないですけど。で、まあ、7月のもう26、えー、日なんで、まあ、そろそろね、夏休み入ってる小中学校も多いと思うんですけど、 まあ、平日に行ったってのもあるんですけど、そんなにね、客は、まあ、多いっちゃ多いんですけど、やってる人っていうのは少なくて、まあ、なんだろう、バウンドボールで、あの、ハンドスピナー、あの、取れるようなやつもあったんですけどね、ハンドスピナーが重いのか、アームが悪いのか分かんないですけど、まあちょっと、俺2回やったけど、全然つかめなかったんでね、まあ、当分形勢はね、行かない方がいいかなって思います、やっぱり。ちょっとね、動画撮り損ねちゃったんで、プレイ動画に関しては。まあ、一応、今回は、まあ、ちょっと簡単ですがね、 ええなんだろう。まあ、お客に向けてしょひょ表示する。まあ、こっちだったらいいんですけどね。まあ、明らかにもう一個の方はね、店員に対するあれなんで、まあ、本来ならね、客に見えないところに設置すべきものなのを、ま、あ何だろう。店員のね、コミュニケーションを取らずに、まあ、表示してるだけなんでね。まあ、あ本当だったらそういうのはね、隠しといて、まあ、なんだろう。更衣室なり何なりに貼って、で、あとはまあ、朝とか昼夜にミーティングして、 まあ、コミュニケーション取って、で、ほうれん草して、そういう中でね、やっとけばいいものをね、俺はこういうふうに明らかにね、機械の中に入れるっていうのは本当に好きじゃないんでね。で、えっ、ー、と、ちょっとね、えー、今日、行ってみたんですよ、ラゾーナ、正直。ゲーセン。したらね、えー、っと、なんだろうな。態度が悪い髪がふさふさの兄ちゃんと、兄ちゃんじゃねえや、30代半ばかな、おっちゃんかなと、えー、メガネかけてる、まあ、ほぼクリリンみたいな頭の店員はいたんですけど、 あの、俺がスターウォーズやった時に台止めたね、兄ちゃんはちょっといなくて。で、その、一人だけね、まあ若く、まあまあな顔の、背の高いね、店員さんがちょっとね、最近見かけないんだよな、あの店。で、あとその、俺が一人だけね、対応がいいっつった。まあちょっと小太りの40代後半ぐらいの見た目はね、そのおっちゃんもちょっといなかったんでね、まあ移動したのかどうかちょっとわかんないんですけど、まあ、定期的に見に行って、ちょっと従業員のね、まあ配置数とかもちょっと見ていきたいなと思います。一応ね、まあ俺が知ってる、 なんだろうゲーセンの、ね、ここまでなんで、まあ、あとは、なんだろうな。<laughs> まあ、あとは、土日とかに行って、ゲーセンにこれぐらい人がいた、いないっていうので、まあ、報告できたらね、したいなと思います。一応ね、えー、っと、8月の頭頃になったら、えー、模型の引き取りね、ちょっとトレッサーに行かなきゃいけないんで、まあ、トレッサー行ったついでに、まあ、あのー、ナムコのゲーセンかなあそこナムコか。あ、違う。ナムあ、セガか。セガのゲーセンね、寄ってきたいなと思うんでね。まあ、寄ってこれたら、 ま、軽く、店内の風をね、あの、店内の動画、外から軽く撮ってみたいなと思います。うん、で、ここまでかな。で、その、今回ね、えー、なんだろう、ラゾーナのゲースに行ったんですけど、あんまりね、景品撮れてる人いなかったんで、えー、っと、基本的に夏休みとかの、その、なんだろう、まあ、夏休み、冬休みの、まあ、一般的な行事の休みと、あとは土日祝日、 それはね、まあいくら休みだろうが、俺はゲーセン行かない方がいいと思ってるんで、まあ,あとは、なんだろう。まあ、例えば、川崎市とかの、えー、小中学校が、えー、川崎市の、なんだろう。県立記念日かなんかで、あの、休みっていうのはあるんですよ。で、それで、横浜市のね、ちょっと遠いゲーセンとかに行く分なら、俺はいいと思うんですけど、あのもう、地元のね、えー、っと、ところで、えー、ゲーセン行くのはね、あんまり良くないと思います。そういうのに一応情報流れるんで、簡単に。 まあだから、もしその自分ちの学校が土曜参観とか運動会とかでね、休みで平日にずれた場合は、まあちょっと交通費かかっても、まあちょっと足伸ばしてね、東京とか、まあ横浜のラウンドワンとかの方がね、まだいいかなと思います、正直。まあ本当はね、ゲーセンに行かないのが一番いいんですけど、あでも、やっぱりあかこ女子中高生がね、結構プリクラは多かったんですよ。 案外、多分でも、トータルで言うと2、3台は動いてたみたいなんでね、音声がしてたんで。で、なんだっけな、入ってすぐのところに、あの、ボンボン TV のね、イッチーナルのあの、なんだっけな、えっ、ー、と、群馬かなあの、高崎戦線の深江の方かなで、あの、あるゲームセンターで、あの、ロケしてる子たちの、なんか映像みたいなのも流れてたんで、まあ確かにゲーセン YouTuber って言ったらね、あの二人だと思うんで、今は、根本的には。まあだから、なんだろう。 間違ってもね、あの子たちがラゾーナのゲーセンとかで撮れますなんてやった場合はね、まあ間違いなく企業案件に100%なるんで、まあそれはさすがにないと思うんですけど、一回でも誰かやってたんだよな、ウームの。ウームの YouTuber が、なんかラゾーナのゲーセンで一回撮影したの見たんですよ。あの、なんだっけな。エレベーターのあたりから撮影してた瞬間、エレベーターか、あのー、エスカレーター登った方の入り口から撮影した瞬間、あれこれラゾーナじゃねえと思ったら、その YouTuber さんね、ラゾーナのゲーセンでやってたっつってたんで、まあ、 基本的にゲーセンにユーチューバーが行った場合は、あの特に顔出ししてる YouTuber さんが行った場合は、基本的には、あれは企業案件なんで、あんまり鵜呑みにしない方がいいと思います、正直。だからまあ、こっそり俺みたいに、まあ顔出しない五流 YouTuber が、まあちょっと行ってちょっと動画撮って、まあ撮れる撮れないっていうのはね、まあいいと思うんですけど。まあ、だから基本的に撮れたり、撮れないっていう動画はね、皆さん出さないと思うんで。だから俺正直言うと、ゲーセン行って、 まあ、俺基本的にゲーセンで一番好きなのは三つ足なんで、三つ足のね、まあラゾンナに一番あるやつちょっとやったんですけど、まあ、バウンドボールのハンドスピーナーで200円吸って、で、三つ足で運良くで、ね、200円で景品取れたんで、それどっか閉まっちゃったんだよな、間違えたの、バカたちが。<laughs> で、ちょっとね、それでまあ、なんだろう、うそのプレイ動画も俺撮るの忘れてたんで、あの、機械の中のね、画像だけちょっと動画撮ろうと思ってたつもりで、失敗しちゃったんで。まあ、だからもし今度また、まあ、 二ヶ月ぐらいはね、ゲーセン行くつもりないんで、金もったいないんで。まあ、だから、その、あの、馬券のね、払い戻しして、ちょっと当たったかどうか結果忘れちゃったんでね。まあ、もしそれで当たってたら、払い戻しして、まあ、なんだろう、模型の金の足しにするかね、折りパカうか、ゲーセン行ってね、動画撮りたいと思うんでね、ぜひ、まあ、ご視聴ください。まあ、一応、今回はそのね、まあ、なんだろう、 ゲーセンにはね、行きたければ行ってもいいですけど、あんまり行かない方が、なんだろ。う、俺はいいかなーと思うんでね。その辺はぜひね、まあ、なんだろ。う、皆さんにお伝えしたいなーと思います。で、えっと、なんだろ。う、とある YouTuber さんがパック開封して、やらせじゃねえかって疑惑あってね。まあ、その本人さんももちろんそういうなんつうの ?YouTuber って、YouTuber にしろ芸人さんにしろ、やらせとかそういうのは基本的にはね、まあ、 否定するもんなんですよ。政治家の不祥事と一緒で。稲田さんみたいに何度も何度もしてませんしてませんって、ああいう風にね、言う生き物なんで、YouTuber にしろ芸人にしろ政治家は。で、今回とある YouTuber さんがパック開封で、えー、やらせしてないって言ってたんですけど、まあ、俺は本当にやらせができないのかどうかちょっと検証してみたいんで、まあ、<laughs> ま、ちょっと横浜西口の周辺で、あの、カードショップね、何件か漁って、カード買っていきたいなと思います。 ま、今日今回はこの辺で終わります。また次回の動画でお会いしましょうありがとうございました。え、皆さんにちょっとお詫びの動画、えー、ちょっとくっつけたいと思います。あの、とある YouTuber がラゾーナのゲーセン撮ってたってあの、店舗の入り口じゃなくて、あの、ゲームセンターのお菓子コーナーでの中で、あれでした。で、えー、っと、ナムコのラゾーナのゲーセンで俺よく行ってたんでわかるんですけど、えー、っと、昔は、あの、今はね、入り口入ってすぐのところが、えー、っと、上下2段の、えー、っと、機械で、 で、えー、ちょっと行って左側が、えっ、ー、と、一番くじができたり、まあ変な機械が置いてあったり。で、本当はね、前その辺がプリクラだったと思うんですけど、えー、一番くじのね、超良くがプリクラになってて、で、そこから先お菓子コーナーがあったり、三つ足があったりなんですけど、えっ、ー、と、今回はね、ちょっとギリギリ映せれる程度で、映したいと思います。一応ね、こんな感じで。 えっと、ここまでなんですけど、えっと、この時点で、俺がナムコって分かったのは、えっと、多分これ今から、多分これ去年の10月11月頃だと思うんですよ。撮影されたのが。だから後ろに靴屋があるし、子供が遊べるコーナーはこれずっとね、ここにあるはずなんで、で、これ多分射的の台だと思うんですよ。だから、えっと、多分、今から3回、2回か3回ぐらい前のね、えっと、あれだと思うんですよ。 あのー、さ、あの、なんだっけな。あの、店舗の改装だと思うんで。多分撮影したのは、去年の10月か11月頃だと思うんですよ。俺がその時は、ね、行ったのは、確かこれだったんで。で、確かあれかなラズなのゲソなのて靴屋でいいんだよな。靴屋か携帯屋があるはずなんですよ、確か。まあ、よくね、自分が行ってる店っていうのはね、わかるんで、あれなんですけど。まあ、一応今回すいません。ちょっと店舗の入り口じゃなくてね、あの、店舗の、あの、店舗のね、内装でちょっと分かってたてことでね、そこだけは応備したいと思います。